縄の人、沖縄の人は、あ、この方沖縄の人じゃないですか。ちょっとお話聞いてみましょう。すみません、失礼します。ちょっと今お時間大丈夫でしょうか。ね、すみません、大丈夫です。あ、カメラもすみません。あ、時間、お時間、はい、休憩中なので。ないですか。はい、ごめんなさい。すみません、この番組が全国放送の地元にフォーカス TV という番組なんですけども、地元にフォーカス TV？ はい。東京から来たの？で、沖縄調査？取材 OK よ。アイサイメンソーレー、地元にフォーカス TV？ メンソーレー、アイサイ。あ、すいません、沖縄の方ですか？どっからどう見てもうちなんちゅさー。わね、ミスターうちなんちゅやんろ。メンソーレー、沖縄の方という意味ですか、今のは。やんろ、わねな、うちなんちゅやんろ。メンソーレ、メンソーレ、メンソーレ。今、取材するお時間とかって大丈夫ですか。当たり前さ、沖縄の人、沖縄に関する調査番組の取材、無理、OK でやんろ。なんかちょっとさっき、忙しそうな感じ、休憩中でした。全然忙しくないよ。もういつだっても OK、どんなインタビューでも OK。メンソーレ、あ、メンソーレっていうのは沖縄の玄関口、那覇空港のスタッフみんなが言うよ。メンソーレ、一度出会えばムル兄弟、イチャリバ長でさ、好きだわけよ。沖縄に関する質問待ってた、ずっと待ってたよ、用意してるよ。じゃあ取材に受けていただけるということで。どんな取材ね、どんな質問がある。準備してるよ。生まれも育ちも沖縄の方。生まれも育ちもうちなんちゅ、この青い空、青い島で生まれたうちなんちゅさ。カチャシカチャシ、これはカチャーシーって言ってから沖縄のお祝い事でみんな踊るわけさ。男の人は手をグー、女の人は手をパーにしてから。質問、取材の質問。年中無休で入ってるよ。年中無休で島通り、どんなに寒い時でも島通り、これがうちなんちゅ。使える、今の使える。はい、あ、はい、ありがとうございます。使ってよ。早速質問なんですけれども、はい、せい。飲み会の集合時間って守りますか。飲み会の集合時間をうちなんちゅが守るかって。はい、あいえな。うちなんちはね、飲み会の集合時間にお家を出るわけよ。あ、集合時間に家を出るってことは、じゃあすごい遅れていくってことですかね。当たり前さ、集合時間にお家を出るから集合時間に居酒屋には着かない。はい、さい。それだとじゃあ結構遅れていかれますかね。他の人のインタビューされた方に同じ質問した。先ほどインタビューさせていただいたんですけど、はい、せい。その方は大体1時間か2時間ぐらい遅れるっていうお話だったんですけれども、相場は1時間2時間だけど、はい、僕みたいなうちなんちゅ、僕ほどのレベルだったら8時間遅れるよ。 8時間、8時間ですか。8時間遅れる。もう飲み会開かれてない、終わってる。3時間いってる。一番強いでしょ、今のコメント。一番強いでしょ。そうですね、さっきの方とはだいぶ。さっきの人は1時間2時間でしょ、僕は8時間。メンソーレ、8時間。じゃあ続いての質問よろしいですか。質問多いね、さすがやさ東京の番組。雨が降った時ってどうしてますか。それはうちなんちが取る行動っていう意味。雨が降ったら雨宿り、雨宿りするのが普通じゃない。雨宿りされますか。それはそうさ、雨に濡れたくないのに雨宿り。普通はそうだと思うんですけども、うんうん、さっきインタビューして僕ちょっとびっくりしちゃって、沖縄の方がそうなんだ、ちょっとびっくりしちゃったんですけど。などうしたの。さっきの方が言うには、ちょっと待って。はい、はい、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、一回カメラ止めて。はい、はい、沖縄の人が雨降った時取る行動、はい、もう一回同じ質問。もう一回同じ質問して。あ、わかりました。雨が降った時ってどうされてますか。傘ささないで帰る。あ、傘ささないよ、うちなんちは傘ささない、傘ささない。さっき取材された方も言ってたんですけど。なんて言ったの。傘ささないで、うん、そのままもう歩いて移動するっていうふうに言ってました。それが普通だわけよ。県外では雨降ったら傘さすの。なんかね、雨宿りされるっていうことを言ってましたけど。何、雨宿りは さっき誰が言ったの。ご自身で。次の質問。傘ささない、傘ささない。次の質問いいですか。傘ささない。
コンビニでおにぎり買った時どうしてますか？それはどういうこと？温めるか温めないかみたいな。これがなんか沖縄に関する質問だけ？僕は温めないよ。だって県外もみんな温めないでしょ。そのままでも美味しいさ。そうなんですけど。え？何？温めないんですね、おにぎり。ちょっと待ってよ。はい。止めて。一応止めて。あの先ほど。待って待って待って。別の方にもお聞きしたんですけれども。もう一回同じ質問。もう一回同じ質問。あ、もう一度。はい。コンビニでおにぎり買った時ってどうされてますか？うん、温める。うちのアンチはコンビニでおにぎり買った時温める。当たり前さ。温めないであるか。温める。大丈夫ですよ。温めないんだったら温めないです。全然ご自身の本当のことを言っていただけたら全然大丈夫なんですけども。温める。次の質問。はい、それでは次の質問、最後の質問になるんですけども。次の質問、はい、何でもいいよ。飲み会があった時の締め、何を食べてますか？これはいろんな人にインタビューしてるな。これは、はい、沖縄県の方にもう同じ質問をしています。飲み会の締めは何かって。はい、本心で大丈夫ですよ。本当のことを教えていただけたら。はい、すいません。このメモはステーキだよね。ステーキって言わないといけない。ステーキって言わないといけない。このメモ用紙みたいな。これはいつ どんな時でも沖縄に関する取材、沖縄に関する質問された時に絶対これを答えないといけないメモ。そういったメモは皆さん持ち歩かれてるんですか？この質問だけはやめてちょうだい。沖縄は本当の沖縄さ。本当の沖縄を見せてはいけない。本当の沖縄を見せてはいけない。なんでもない。今のはカットして。絶対今のはカットして。今のコメント同級生とかみんな家族に見られたら僕いなくなる。だって沖縄のイメージ悪くしちゃダメでしょ。答える前に大切な人に電話してもいいですか？はい、電話。いいよ。学校終わったか？なんね急にって。ミオの声が聞きたくなったわけさ。ミオいいか？ミオが大人になったら東京の方に沖縄に関する質問をされるだろう。そしたら絶対に嘘はついたらダメだよ。絶対に本心を喋るんだよ。愛してる。愛してる。質問何でしたっけ？大丈夫ですか？でも質問何でしたっけ？飲み会の締めに食べるものは何ですか？ステーキ。うちなんちは飲み会の締めはステーキさ。おじいぼん、おばあも、みんな、ステーキ、テンダーロインステーキ、本心ですか？ラーメン、ラーメン、ステーキ、ラーメンって今、ステーキ、テンダーロインステーキ、ご自身の本心ですか？赤道ラーメン、ラーメン、ステーキ、ぬる、うちなんちの酒の締めはステーキ屋さ、みんなステーキ。先ほどの方もステーキって言ってらっしゃって、やっぱそうなんですね。沖縄の方って飲み会の締めにはステーキを食べるってことでいいんですね。違いますか？ステーキもう OK？ 止めてちょうだい。はい、質問は以上になります。ありがとうございます。お時間いただきまして、いいコメントだったでしょ、はい、使いたくなるコメントでしょ。あ、もう、はい、ありがとうございます。でもオンエア後にね、はい、県民から嫌われたくないわけよ。県民から嫌われる？嫌われたくもないし、県民から嫌われたくないし、テレビの方も使ってほしい。沖縄ネタは定番、ステーキとかゴーヤチャンプルーとか傘ささないとか。え、本当はそうじゃないっていうこともあるってことですか？
すみません。